ケビン・ジェームス・キアマイヤーは、アメリカ合衆国インディアナ州ホートウェイン出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のタンパベレーズ所属。愛称は、ジアウトロー。パドゥー大学から、アメリカンフットボールでの奨学金のオファーを受けていたが、野球を続けたいと考えた。彼は、イリノイ州のコミュニティカレッジのパークランドカレッジに、進学、2シーズン近の、 オールアメリカンに選ばれた。2010年 MLB ドラフト31巡目でタンパベイレーズから指名を受けてプロ入り。同年中に参加のルーキー級プリンストンレイズでプロデビュー。2011年オフにはオーストラリアンベースボールリーグのキャンベラキャバルリーでプレー。2013年9月にメジャー昇格し9月30日のシーズン163試合目となる。 テキサスレンジャーズとのワンゲームプレイオフで9回裏から中堅の守備についてメジャーデビュー。チームはそのまま抑え切りプレイオフ進出の瞬間をグラウンドで迎えることができた。2014年は開幕をトリプル A 級ダーラムブルズで迎えたが途中から控えが癒しとしてメジャーに定着。5月17日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦ではメジャー初アンダー。 翌18日の同カードでは初本塁打を放った。シーズン通じて外野の3ポジションで起用され108試合に出場。打率263、10本塁打、35打点、5盗塁を記録した。2015年は中堅守のレギュラーに抜擢され151試合に出場して初めて規定打席に到達した。打率265、 10本類打、40打点、18盗塁という成績を記録した。守備では5失策を起死して、守備率こそ、988だったが、中堅守としては、リーグ最多の15補殺、DRS ではプラス42を記録した。この守備防御点は2013年に、アンドレルトン・シモンズが記録した41を上回り、史上最高値となった。オフにゴールドグラブ賞を受賞した。 2016年は105試合に出場。打率246、12本打、三37打点、21盗塁を記録した。2017年に先立って、総額5350万ドルの6年契約を結んだ。6月9日に、前の試合に1塁にスライディングを試みた際に、右腰に亀裂が入っているのが分かった。少なくとも2ヶ月の離脱が余儀なくされた。 8月18日のシアトルマリナーズ戦で一番打者として復帰した。2年連続の怪我での離脱があったにもかかわらず、守備に関してはリーグ屈指の選手であることは変わりなかった。中堅守としては DRS プラス22と自身最低でミネソタツインズのバイロン・バクストンの DRS プラス24に次ぐ第2位だった。レギュラーシーズンでは打率276 15本塁打、三39打点、出塁率338長打率450.16盗塁を記録したが7盗塁士は自身最多で98試合もレギュラーになってからは最少だった。ゴールドグラブ賞を受賞することもなくレギュラーとしては初めて最終選考にも残らなかった。2018年は4月16日の テキサスレンジャーズ戦で2塁にスライディングした際に右手の親指を怪我をしたため試合途中に離脱。翌日の MRI 検査で親指の人体断裂が判明したため3ヶ月戦線を離脱し6月19日のヒューストンアストロズ戦で復帰した。レギュラーシーズンでは88試合に出場し打率217、7本塁打29打点。 10盗塁を記録した。また、守備では、規定回に達していないにもかかわらず、ザープラス 13DRS プラス9.8を記録して、ウィルソンディフェンシブプレイヤーオブザイヤーに選ばれた。2019年は129試合に出場して打率、228、14本塁打、55打点、19盗塁だった。守備では共にリーグトップのザープラス6.9、 DRS プラス13を記録して、球団史上最多タイとなる3度目のゴールドグラブ賞を受賞した。2020年は、新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンとなる。自身は、レイズハイ抜きの最年長選手として挑むシーズンになった。トロントブルージェイズとの開幕3戦目では10回裏に、山口春から逆転さよなら3塁打を打った。 最終成績は49試合の出場で打率。217、3本塁打、22打点、8盗塁だった。守備では、ザープラス7.7と補え、殺録で、リーグトップ、DRS プラス10は、同2位を記録した。チームは10年ぶりに、地区優勝を飾り、ポストシーズン進出。ニューヨークヤンキースとのアルズ第3戦では、田中正宏から、 決勝点となる本塁打を放った。ヒューストンアストロズとのアルクスでは、華麗な守備を見せるも、第3戦で左手に支給を受け、第4から6戦は、先発を外れた。第7戦で、先発復帰し、チームもリーグ優勝を決めた。ワールドシリーズでは2本塁打を記録したが、チームは敗れた。守備だけなら、歴代最高クラスとも言えるほど守備力に優れており、 ゴールドグラブ賞を3回受賞している。中堅主として DRS は通算、単年ともに MLB 歴代最高であり、通算、ザーはアンドリュー・ジョーンズに次ぐ2位である。ありがとうございます。